特別措置につきましては、その必要性、有効性をよく見極めまして、不断の見直しを行っていくことが重要であるというふうに考えております。中川君。そうですね、この透明化法に続いて、先の総務省の政策評価があるんだというふうに思うんですよ。で、これは各省庁が挙げてくるものに対して、総務省なりにですね、本当に効果があるのかどうかというところに言及しながら、それぞれチェックをしていくような制度になってますよね。で、中身見てると、ちょっとその具体例も持ってきたんですけれども、中身を見てると、達成目標をちゃんと述べているかどうかとか、過去の適用数、将来の適用数、過去の減収額、将来の減収額、それから過去の効果、そして将来の効果、将来効果あるかどうかということも含めて、言ってるのと、もう一つは他の政策手段がなかったのかどうかということ、これを各省庁がそれなりの、いわば理屈を持ってですね、説明をしているんです。で、私もこれ、それぞれ、目を通させていただいたんですけれども、そんな中で、例えば、さっきその効果がないのはやめましたということでありますが、効果のないよ、効果が見られないよ、効果が説明されないよ、あるいはそこが課題になって残っているよというのは、その話だけじゃなくて、いわゆる廃棄物の話だけじゃなくて、あらゆるところにこれ、登場してくるんですよね。で、例えば、一つ一つ、今、話題になっているような所得について、ここでお話をしていきたいと思うんですが、特別新事業開拓事業者に対し、特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の拡充および延長、これ、イノベーションですね、の所得なんですが、将来、これ、将来の効果について、実は経産省そのものが、この将来の効果が予測されておらず、本特例措置が達成目標の実現において有効な手段であるかどうか明らかにされてないので、これ、総務省の指摘ですが、これ、説明しなさいということだったんですけれども、結果的にはですね、実際に税制を活用した企業から、税の存在がオープンイノベーションの実施の後押しとなったとの声が上がっておって、本制度は必要かつ適切なものであると考えていくと、こういうところで終わっておりまして、なんと言いますか、将来のその分析だとか説明の内容が著しく不十分な評価と考えられるということで、実はこれ、評価としては終わっているというふうなことですね。で、このもう一つあるのは、給与の引き上げですね、これについての評価書があるんですけれども、これは、過去の効果というものについて、どのように、いわゆる評価されているかというと、初期の達成目標のうち、消費拡大および景気の好循環の実現に対する過去の効果が把握されておらず、本特例措置が達成目標の実現に有効な手段であるのか、明らかにされていないということ、それから初期の達成目標のうち、個人の所得水準の改善に対する過去の効果について、平成25年度の所得拡大税制の創設以降、2% 程度の高水準の賃上げを達成しており、これまで堅調に推移していると説明されているけれども、他の政策手段や経済情勢、他の
要因の影響を除いた本特例措置の直接的な効果が把握をされていないということ、将来の効果については、本特例措置が達成目標の実現に有効な手段であるか、明らかにされていないということ。で、結果的にはですね、その予測されていないところを課題としていきますよというふうな結果なんです。で、こういうのが、ほかにもいくつか、用意をしてきたんですけれども、時間の関係もあって、これぐらいにしておきますが、これ、一つ一つ見ていくと、ほとんどがはっきりされてない、本当に効果があるかどうかわからないというところで終わっているということなんです。で、それに対して、財務省というのは、どのように、その、行政評価というのを捉えて、何をしようとしているのか、これ、さっぱり見えてこないんですよね。ということは、そのまま続いているということです。で、それに対して財務省としてのコメント、だから各省庁から上がってくるものに対して、総務省は、いや、これ、説明不足ですよと、説明されていませんねというところで止まっているんです。で、それに対して財務省は、どのようにそれを分析して、答えて、結論を出しているか、ここがはっきり出てこないんです、財務省の形として。で、ただ、結果として分かるのは、各省庁から出てきた要望に対して、そのまま継続をさせていく、あるいは延長という形でこちらへ要求が上がってくる、というところで、推移をしているということ、それで財務省、いいんですかということだと思うんです、具体的に。で、そのところが、我々の議論の中でも、あるいは、国民の中でも、本当に効き目あるのかなというところで、たびたびこの席でも、あるいは一般の専門家の間でも、その課題というのが出てくるということですよね。そこはどのようにこれから考えていこうとしているのか、これ、大事なところだと思うんです、財務省としては。答えていただきたい。岡本副大臣。今、いくつかの総務省の政策評価の点検結果について、中川委員にご披露いただきましたけれども、私たち財務省といたしましては、各省庁に対しまして、政策評価なども踏まえて、租税特別措置の適切な評価を行うように求めております。毎年度の税制改正プロセスにおきまして、各省庁が要望してくるその税制改正については、精査を行っているところであります。先ほども申し上げましたが、引き続き、租税特別措置につきましては、その必要性や有効性をよく見極めた上で、不断の見直しを行っていくことが重要であると考えておりまして、今後も前向きに取り組んでまいります。中川君。もうちょっと具体的に話出ませんか。というのは、私が言ってるのは、